勸玄君の卒園式、市川海老蔵。今日は卒園式、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2019年3月14日にアメブロを更新、勸玄君が卒園式に出席したことを報告した。朝に最後の幼稚園というタイトルでブログを更新。海老蔵さんは幼稚園の制服姿でポーズを決める勸玄君の写真を公開。わらわらと微笑ましい様子で綴り、最後だね、参加したかったよ、君が初めて幼稚園に行った日のこと覚えてる、行ってらっしゃいと綴った。続けて更新したブログで海老蔵さんは、今日は卒園式です、麗華の入学式は参加できなく悲しかったですが、今年の入学式は参加できそうで嬉しいです、とにかく卒園おめでとうと綴ったブログ読者からは、ご卒園本当におめでとうございます、今朝のお写真とってもお兄さんらしくてかっこいいです、4月からピカピカの1年生だね、本当に健やかに心優しく成長されましたね、ママもお空から喜んでるよ、などのコメントが寄せられている。おめでとう、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。